皆さんこんにちは。オンライン国土学ワールドへようこそ。我々は自然災害史を通じて世の中を見るという自然災害史史観というものを獲得してきたけれども、ユーラシアの人々は紛争を通じて世界を見るという紛争史史観というものを手に入れてきた、はい、でこの違いが彼らと我々との間に大きな相違を生んでいるというような話を繰り返ししてきましたですね、はい、で今回安全保障の話をしていますから、まあ、それの繰り返しのようになるんですけど、思考の話をしましたが、紛争に備えて物事を考えるということになると、はい、当然のことながらまず事実は何なのかですね、うんうんうん、例えば、ね、敵の兵力はどれぐらいなのか、うん、敵はどのような武器を開発したのか、敵はどのあたりに軍を展開しているのか、うん、いったようなことを知る、つまり事実を知る、事実を探る、はい、ということはもう極めて重要ですね、うん、じゃあ次に我々どうするのかというですね、これは今度は思考の中に極めて合理性が必要ですね、うん、そうですね、合理性が必要ですね、こうだからこうする、ああだからこうする、うん、というのがこうついていっていないとダメで、でここではですね、日本人の場合はなかなかそれは難しいんですけど、情緒の排除は絶対必要で、例えば北方面の方に敵が増強してるぞと、うん、そうすると北方面の我が軍に働いてもらわないか、うん、しかし北方面の軍はこの間も戦ったばっかりだから疲れてるからかわいそうだよねなんてな考え方を持ってたんじゃですね、これはもう戦いに全然ならないわけですよね、うん、この考え方の中には論理性の貫徹がなければなりません、はい、うん、論理性の貫徹というのは情緒の排除ですね、はい、同時にこれは前も言いましたけど俯瞰性と網羅性が必要で、よく言われるのにですね、アングロサクソンの人々というのは俯瞰的なものの考え方が得意だと言われることがあるんですよ、アングロサクソンってまあ今イギリスとかアメリカの主流ですよね、はい、そういう連中というのは俯瞰ですから、一旦高めに立って、うんうんうん、高めに立って私たちと相手をこう眺めるということが非常に得意だというように思うんですね、これ悪口的な言い方になっちゃいかんですけど、私たちはついついこう埋没してしまう、俯瞰するんではなくて深みにはまっていくみたいなんですよ、はい、そういうその感覚を持っているんです、うん、から情報に対する扱いもですね極めて大事でですね、うん、とにかく敵の動きだとか、あるいは我が軍の能力兵力なんかについても情報が必要ですね、うんうん、でその情報は例えば敵軍の情報だと、その情報は正しいのかどうかというのを常にチェックする必要ですね、陽動作戦に煽られてるんではないか、乗せられてるんではないか、偽情報じゃないか、もしこの情報が間違っていた場合どうするんかというのまで必要ですよね、いうようなこの2段目3段目3段構えといいますか、そういったものがこう必要なわけですよね、はい、だからもう一つですね、はい、面白い話なんですが、そして作戦を立ててですね、うん、我が軍流の作戦作りますね、はい、でこれは常に変えていないとダメなんですよ、例えば新保軍と大石軍が戦争していたら、うん、新保軍は前にああいう攻め方で来たぞ、うんうん、でこっちは学習してるわけです、はい、学習で新保さんが同じ攻め方で攻めてきたら、はい、おまたああいう攻め方で来た、こっち学習してるからこれやっつけちゃえということになっちゃうんで、しょっちゅう変えないから、うん、だからこれはビジネスの世界でもスポーツの世界でもですね、日本人がそういうルールに習熟してくるとですね、突然ルールが変わる、 ありますね、よくね、ありますでしょ、はい、本当スポーツの世界なんかはですね、うん、日本人が金メダル取り始めると急に変わると、そうそうそう、はい、いったような感じで、なんだこいらと、うん、我々の感覚から言うと、うん、これはもう日本人いじめに違いないというのを思うんですけども、うん、それはそうではないんですね、うん、日本人いじめのパーセンテージがゼロとかどうかはよく分かりません、うん、ゼロかどうかはよく分かりませんけども、そういうもんじゃなくて、彼らというのはやり方方法というのは常に変えていないとダメだというのが、それこそ体に染み付いちゃっているわけです。イギリス人の経済学者というか評論家でですね、デビッド・アトキンソンという方がおられて、はい、いろんな本を書いておられるんですね。その中に日本人の変わらなさは驚くばかりだ。驚く。笑っちゃいけないんですけど。なんでこの人らは変えないんだというようなことを言っている、まあ、アトキンソンに言われたくないわいというところもあるのかも分かりませんが、だけどそう思われても仕方がないほどに固くなに変えようとしないというところがありますね、ありますね、でそのくせめちゃめちゃ肝心なことをコロ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 簡単に変えちゃったりいうこともあって、日本がおかしくなっている理由の一つにですね、改革主義みたいなのがこの 2,30 年この国を覆いましたね、
思いました ね、 そうですね、構造改革だ構造改革だって、構造改革って何をどう変えることなのっていうようなのが何もないのに、うん、ただ言葉だけ構造改革、うん、構造改革の新聞の見出しでもですね、構造改革が足りないと、うん、でそれ 何が足りないんですか具体的に言ってくれこう言いたくなるぐらいで、改革改革と言っただけれども、アトキンソンが言われるような肝心の変えるべき部分を変えてきたかということになると、そうではないところがあるんではないか、このように思うんですね。したがって私たちがいざという時、あるいはそれがもしそうならなかったらどうするのといったようなことの準備が十分できていないというので、私がよく使う例はですね、民主党が随分その力をつけ出した頃に、とにかく政権党の方針にいろいろ反対するといったようなことがあった、はい、その時に日銀総裁の人事が行われようとしたんですね、うんうん、で日銀総裁は国会で承認する必要がありますから、うん、国会にかけたら反対されて、はい、通らないということになった。ところが任期切れがどんどん近づいてきてるというんで、どうするんだと言って一時期青ざめたことがあったんですが、結果的には承認されたんでうまくいったんですが、でもこの時に肝を冷やしたわけですね。日銀総裁が空位になる、我が国には中央銀行総裁がおりませんといったような事態が生まれかかったんですよね。それはなぜかというとですね、そういう場合には前の人がそのまま任期を引き継ぐという規定がないからなんです。で国会で承認されないことは起こり得ないと我々は考えています。海外はどうかというと、そういう場合は前任者がやるとなってるの、ちゃんとそういう規定があるんだということなんですよね。で、まあ、日銀総裁の場合もそうですけど、もっと大変だったのは総理ですよ、小渕総理。小渕総理が突然お亡くなりになりましたですね、はい、で突然でしたから小渕さんは次の総理をこう指名するということが十分に行われていなかった。したがってどうするんだということになって、うん、当時の有力な方々が集まって森総理ということになったんですが、うん、これがその密室の議論だというようなことになって、森総理はずっとそれをこう引きずらざるを得なかったというところがありますね。ところが我が国にもですね、うん、総理の大規定というのはあるんです。内閣ができた時にこの総理に万が一のことがあれば、うん、その時は例えば官房長官がやるだとか、うん、あるいは財務大臣がやるだとかいう決めるルールがあるのに、決めてなかったんです、うん、なんでか決めとくと総理に万が一のことがあるということを想定している、期待していることになるというのは我々の感覚なるほど。でもだから小渕総理という もうものすごく最近の総理の時までそれがなかったんです。規定はあるのに決めてなかった。だからその後は決めてます、はい、その後は決めてますということなんですね。でそれで言うとアメリカの大統領、はい、アメリカの大統領はもしアメリカの大統領に万が一のことがあれば副大統領が過ぎます、うん、で現にはそういうことが起こりましたね、はい、ケネディの時にジョンソンがなったというようなことが行われたんですが、じゃあ日本の場合は4人まで決まっている、うんうん、アメリカの場合は何人まで決まっているでしょうかという話なんですね、うん、アメリカは18人副大統領の次は下院議長だとかいうようにずっと18人順番が決まっていて、なおかつアメリカの場合はこの18人が同時に同じ200キロ圏内にいてはならないというルールまであるというわけですから、うん、本当にこのいざという時のこと、そうですね、要するに安全保障を考えているということはこういうことなんですよ、うん、ということから言うと私たちが安全保障大事ですね、はい分かりました安全保障、はい、ね、というようなわけになかなかいかないよく分かりますね、よく分かるでしょ。で同時にですね、安全保障というのはなんで安全保障というのが大事なのかというと、それも簡単で国民の生命財産を守るためですね、はいはい、国民の生命財産を守るというんだったら、こんなに近いところに強力な、ひょっとすると我が国を狙うかもわからないと思われるような国があるんだったら、戦うこともあるかもわかりませんけど、国民が避難できるという状況を作らないかんですね。そうすると、まあ一番手っ取り早いのはシェルター、はい、今回のウクライナでもあれシェルターがあったがゆえにシェルターの中で何ヶ月も暮らしている方がおられましたね。だからそれができるだけの用意ができている
ですね、もちろんトイレとか水だとか食料だとか、はい、あるいは寝る場所だとかいうものを用意できる、供給できる体制を取ってるからですよね。つまりシェルター機能がちゃんとあるというわけですよね。でこのシェルターを調べてみると水素が 100% シェルターが用意されていて、で各個人の家だけじゃなくて公共施設、例えば図書館なら図書館、美術館なら美術館というところにいるときに攻撃を食らったときに逃げられるようにする、だからそういうところにもシェルターを用意しておくというのは、これも法律で決まっているというようなことがあるものですから、そんなものが用意されているわけですから、だから人口でいうともう 100% ということになっていて、でそういうことができている国というのはもちろんスイスだけではない、いろんな国なんですね。じゃあ私たちの国はこのウクライナが起こってからですね、私たちの国もシェルターをちょっと真面目にやらないかんのじゃないかという議論がどっかで起こりました。こう安全保障の議論はやらないかんですね、GDP の 1% じゃ足りない 2% にしていくんだという議論をやってますから、じゃあ国民の生命財産を守るためにシェルターも用意せんといかんねという話には全然なっていない。でだってね、奇妙な話だというように私には思えるんですよね。日本シェルター協会の発表だと日本のシェルター設置率は 0.02% です。だけど日本にだって例えば大都市ほど地下構造物はいっぱいあるわけですよね。だから現在の地下鉄の駅をそのままシェルターにすることはできません、はい、当然トイレの数も足りないし、ね、食料備蓄もやっていません、寝る場所もありません、はい、というわけですから、それぞれの家族がある程度プライバシーを確保しながら何日間かは避難できるというようにしようと思うと、現在の地下鉄駅を改良すればいいですね。あるいは場合によっちゃ線路空間、線路空間もそういう時は別に地下鉄を走らさなくていいわけですから、はいはい、線路空間も利用できるかもわかりませんね。でそういった用意をするという議論が全く行われないところに、私は今回の安全保障論のですね、不十分さ、本来国民の生命財産を守るのが安全保障でしょというところが抜けてんじゃないかというように思えて仕方がないんですね。なんかこう安全保障とか、まあ、防衛とかがそういったその議論が起きるときって、どうしてもなんかこう、まあ、きな臭いという言い方が合ってるかどうか分かんないですけど、それこそさっき その総理が死んでしまうことを期待するんじゃないかみたいな、なんかそういうので、このじゃあ戦争が起こることを前提とするのかみたいな声も大きくなって、もちろん起こさないこと、起こらないことが大前提であるし、そうすることは誰も望んでないんだけれども、やっぱりそこがこう何か論理的な考え方とか議論の仕方とか、なんかそういうものがより明確になって、もちろん我々一人一人がそういう考え方ができていくと、じゃあ何が大事なのかっていうところがより見えてくるんじゃないかなっていうのは、今大井さんのお話を伺ってすごく感じました。そう、ね、なんか怖がってばかりだったりとか、感情的な部分とか、そういうところではなくて、その本当にこう国民の生命財産を守る、じゃあどうするのかっていうところは、なかなかまだまだ考えが至らないなっていうことも、自分自身も反省するところですね。そうですね。私は思うには、その議論がトータルになっていない、トータルになっていない、シェルターの話もそうですし、はい、それから例えば伝染類の地中化がこの国は全然行われていないと言ってもいいくらいですよね、はい、パリやロンドンなんかは 100%、うん、香港なんかもそうですよ、 100% あるのに対してまだ数パーセントですよね、もし敵が日本の都市を麻痺させようと思えば、電信柱を片っ端から倒すということをやったら、もう電信柱倒れてしまえば車は動けないわ、戦車も動けないわということになるわけですから、いっぺんに麻痺しますよね。それに対してどうするんだといったような議論にもなっていませんね。それから例えば道路や鉄道にしても、幹線道路系が爆撃された、そのバックアップをどう取るんだ、東海道がやられたら中央線側はちゃんと機能するんか、そのために何をしとくんかといったような話も全くありませんね。安全保障というのは別に戦車を増強しましょう、ミサイルを持ちましょうだけじゃないですよ、トータルなんです。国民の生命財産を守ってこの国の活動力を維持するというのが全体として安全保障だったとすると、欠けている議論だらけですよね。シェルターの話もしましたけど、あの大きなアメリカでですね、シェルターの設置率が 82% ですよ、いうようなのに対してですね、だからアメリカにミサイル撃ち込もうなんていうのは国はありませんよ、何倍ものお釣りが返ってくるわけですから、ね、なんとやるわけないんだけども、それでもアメリカ国民を守るためにそういうことをやっていて、ソウルは 300% ですね、いうことになっているのに、こっちは 0.02% で、ですね、
これじゃいかんという議論も起きないというふうだから、ね、不思議な話です。だから紛争して士官の国というのは物の考え方がそのトータル漏れはないか、漏れはないか、作戦に漏れはないか、穴は開いてないかというのが常に彼らの発想なんですね。でこっちは災害ですから起こってからしか考えようがない、地震がどこで起こるかもわからないから用意しておきましょうって言って、次どこで起こるんですかって言ったって答えられる人いない。次はどこの堤防が破れるんですかって、これも答えられる人いない。雨の降り方で全然変わってくるわけということですから、我々は起こってから考える、そういう国民になっちゃったんですね。だから安全保障を強化しなければならないという議論を真剣にやるんだったら、やるんだったらですね、そこのところまで踏み込んだ議論もしないとですね、だからミサイルを持てばいいで話が終わるんでは全然ないということなんですね。これは聞いていただいている皆さん方も、もうなるほどなと、いや本当にそうですね、安全保障というのはミサイルの話じゃないわね、と思っていただけるんではないんでしょうかね。本当に実感します、今のそのお話ですと、またそういうふうにその安全保障だったり防衛だったりっていうところを考えていく中で、おそらく日本っていうこの災害の多い国の中では、いわゆるその防災みたいなところにつながっていくというか、いざっていう時がそちらに何か利用できるみたいなこともきっと考えられるんじゃないかなっていう感じがしますね。そうですね、一部のメディアではですね、シェルターの設置はむしろ安全を毀損するというようなことを言っている人がおりましてね、戦争の備えにはならない、敵を刺激するみたいなことを言ってる人がいたりする。シェルター作って刺激する、そうです、笑っちゃいけないです、奇妙な話ですね。要はもう話がひっくり返っているんですよ ね、 ですね、ということなんです。ちょっとこうまともな議論ができるそういう国に、これを機会にですね、ぜひなっていきたいもんだと、このように思いますね、皆さん前を向いていきましょう。